左はロジャー・ティッチ・ボーンの1853年の写真。右は1874年の視聴者の写真。中央は視聴者の支持者が二人が同一人物である証拠として提出した合成写真。ティッチ・ボーン事件はビクトリア朝時代の1860年代から1870年代にイギリスで起こった事件。海難事故で行方不明となっていた。 順番釈家の相続人として名乗り出た人物の正当性をめぐり、当時の社会に一大センセーションを巻き起こした。ロジャー・ティッチ・ボーン。1853年から1854年に南米で撮影。ティッチ・ボーン家はノルマイ・コンクエストの頃からハンプシャー州オールズフォード付近に領地を持つカトリック・神徒の旧家だった。1621年に順番釈位を得た。 1862年6月20代順断尺、ジェームズが亡くなった時、本来は、長男のロジャーが称号と財産を相続する、はずだったが、ロジャーは1854年に、南アメリカ沖で、海難事故に遭い死んだものと信じられていたため、弟のアルフレッドが相続した。未亡人であり、ロジャーの母である、レディ・ヘンリエッタ・ティッチ・ボーンは、ロジャーの乗っていた船から生存者が救助されて、 オーストラリアに運ばれたという未確認情報や占い師の助言により、息子の死を信じず、オーストラリアの新聞各紙に情報を求める検証金付き広告を大々的に打った。この広告には、遭難経緯の詳細情報と、ロジャーの外見について書かれていた。1865年10月、ニューサウスウェールズのオガオガで肉屋を営む、トマスカストロナル男性が、 自分がロジャーであると名乗り出た。後に、視聴者と広く呼ばれるようになる。この人物は、シドニーで、ティッチ・ボーン家の元使用人二人の召使いを、長年務めたアンドルー・ボーグルと面会して、自らの主張を納得させた。また、レディ・ティッチ・ボーンと熱心に文通を行った。1869年頃の視聴者1866年12月、ヨーロッパに到着した視聴者は、 パリでレディティッチ・ボーンと面会した。ロジャーが華奢でフランスなまりの強い英語を話す人物だったのに対し、主張者は1 0 0ラムを超える肥満体の中年男で、振る舞いは宣伝されておらず、フランスなまりもなく、その他の記憶も不正確であった。にもかかわらず、未亡人は彼がロジャーであると認め、年1000ポンドの金を与えることにした。未亡人とともに、 イングランドに渡った視聴者を何人かはすぐにロジャー本人だと認めた。その中にはティッチボーン家の事務弁護士、エドワード・ホープキンスやかかりつけ医師の JP ・リプスコム、ロジャーの陸軍時代の当番兵、トマス・カーターや同僚たちがいた。また、視聴者はロジャーの燃焼器のディテールについていくつか正確な記憶も披露した。しかし、未亡人を除くティッチボーン家のほぼ全員が 詐欺師ではないかと懐疑的だった。視聴者は、ボーグルや、その他の情報源から、一家についての情報を得たのだろう、と考えたのである。アルフレッドの没後は、その幼い息子ヘンリー・アルフレッドが相続した。1867年、視聴者は、高等法院での審理において、オーストラリア到着後の足取りを証言した。それによると、彼は1854年に、 メルボルンに到着し、トマス・カストロと名乗って、ギップスランドの牧場で働いた。そこで彼は、アーサー・王となる、イギリス人と知り合った。牧場での仕事を辞めた後の視聴者は、オーストラリアを放浪して様々な職業に就いた後、1865年に、ウォガウォガで肉屋を始めたということだった。ティッチボーン家の人々はこの情報に基づき、オーストラリアに、 私立探偵を派遣して調査させた。牧場主の未亡人が保管していた雇用記録にトマス・カストロの名はなくアーサー・オートンのみが記載されていた。牧場主の未亡人はまた視聴者の写真を見てこれはアーサー・オートンだと証言した。オガオガの地元住民の一人はカストロが肉屋の商売をワッピングで身につけたと言っていたことを記憶していた。 これらの情報に加え、視聴者がロンドン到着直後にロンドン東部の下町ワッピングに住むオートン家を訪れていたことも発覚した。アーサー・オートンは1834年、ワッピングで肉屋の息子として生まれた。1850年代前半に船員となってチリに向かい、1852年にタスマニアに到着した後、オーストラリア本土に移動した。 1857年、その後の記録は見つからず、カストロと同一人物でなければ、オートンはそこでふっつり姿を消してしまったことになる。視聴者は、アーサーと一緒に、いくつか犯罪的行為に手を染めていたため、当局の目をごまかすために時々、名前を交換していた、とほのめかしていた。ワッピングのオートン家の人々は、視聴者がアーサーだとはわからなかった。ただし、 アーサーの元恋人、メアリー・アン・ローダーは、視聴者がアーサーであると認めた。こうして、視聴者こと、トマス・カストロの正体は、アーサー・オートンであるという見方が浮上した。そして、1868年3月に未亡人が亡くなり、視聴者は、最大の後ろ盾を失った。また、視聴者は、浪費のために1870年には、破産状態に陥った。 1871年、視聴者はティッチボー,ーンパークを賃貸しているラシントン大佐の退去を求めて民事訴訟を起こした。この訴訟の真の目的は、自らがロジャーティッチボーンである証明と相続権を獲得することだった。930ヘクタールあるティッチボー,ーンパークやハンプシャー州やロンドンに持つ不動産を総合すると、 ティッチ・ボーン家の年間収入は2万ポンドに上った。しかしもし敗訴すれば彼が殺傷者だということが明らかになる危険もあった。裁判において視聴者側の弁護人は彼が遭難のために幼少期の記憶を失ったのだと主張した。ティッチ・ボーン家が支援するラシントン大佐側の弁護人は視聴者の正体がアーサー・オートンであると主張した。視聴者は 自らがロジャーである証拠として、ロジャーとその4歳年下の10枚、キャサリンドゥティにまつわる秘密を解禁した。生前のロジャーは、実際にキャサリンと親密な仲にあったが、いとこ婚を忌避した彼女の両親によって会うことを禁じられていた。視聴者は、この事実を踏まえて、ロジャーとキャサリンの間には、肉体関係があり、彼がキャサリンの妊娠とその事後処理について指示した書類が、 存在すると述べたのである。ここにおいて、キッチボーン家は資産のみならず、キャサリンの名誉も争うことになった、と、作家ロ犯ハン・マクイリアムはこの事件を扱った、著作の中で記している。しかし、視聴者は様々な質問に不正確にしか答えられず、また、ロジャーの寄宿学校時代を知る商人ベリュは、ロジャーが体に入れていたはずのタトゥーが、視聴者にはない、と証言した。 1872年3月、裁判所は視聴者の訴えを却下する決定を下した。視聴者は偽証罪で逮捕され、ニューゲート監獄に収監された。獄中から呼びかける視聴者の封刺が、ジュディー、オアザロンドンセリオ、コミックジャーナル同月、獄中の視聴者は、イブニングスタンダード紙に広告を出し、正義と公正を愛し、強者と戦う弱者を守りたいという意志のあるすべての、 英国民に対し、裁判費用と生活費を援助してほしいと呼びかけた。この呼びかけには、かなりの支援が集まった。多くの人々が彼の闘争について、法廷での正義を求める労働者階級が直面する、問題を象徴している、と考えたのである。庶民院議員をも含む支援者を得て、4月に保釈された、視聴者は、群衆の看護に迎えられた。 数多くの支援団体が発足し、彼は全国を回って支援集会を開いた。取材したジャーナリストたちは、彼の発音がコックニーであることにしばしば言及している。当時ロンドンに滞在しており、ある集会で視聴者を直接目にしたマーク・トウェインは、彼のことをとても宣伝された堂々たる人物であり、集会について教養ある人々で皆仲が良く、サーロジャー。 誰もがサー・ロジャーと呼び、その称号で呼ぶことをためらう者は一人もいないと書いている。主要紙は一部を除きほとんどが視聴者のキャンペーンに敵対的な態度を取った。これに対抗して彼の支援者たちは新聞2紙を創刊した。ティッチボーンが Z は事件にフォーカスした内容で1872年5月から12月まで発行された。ティッチボーンニュースアンチ。 アプレションジャーナルはより広い範囲の社会的不公正を扱い、同年6月から4ヶ月間発行された。視聴者側は民事訴訟での弁護士に弁護を断られた。他の弁護士もなかなか受任しようとはしなかった。裁判に勝つためには、ロジャーがキャサリンと肉体関係を持っていた証拠を提示しなければならない、と知っていたからだろう。視聴者側は最終的に有能だが、 貴業者で知られたアイルランド人弁護士、エドワード・ケネリーを選任した。ケネリーは連続独殺犯、ウィリアム・パーマーや、1867年のフェニアン、放棄の首謀者たちの弁護をしたことで有名だった。刑事裁判は1873年4月から1874年2月の、延べ188日間という長期にわたった。ケネリーの弁護活動は、視聴者は、 カトリック教会や政府、放送会のエリート層による陰謀の犠牲者であるというものだった。彼は頻繁に証人への人格攻撃を行い、例えばベリュー教は不倫を暴露されて名声を地に落とした。しかし裁判中、ケネリーが召喚した海南事故時の救助船をスプレー号の船員だったと称する男が実際には事故当時には服役中の囚人だったことが 発覚したり、オスプレイ号の公開日誌やメルボルン号の記録に救助活動に関する記載がないことが明らかになったりした。キャサリンの妊娠とその事後処理について指示したロジャーの書類も実在しないことが明らかにされた。判決では結局、視聴者はロジャー・ティッチ・ボーンではなくアーサー・オートンであり、またロジャーがキャサリンと肉体関係を持っていないことが認定され、 視聴者は偽証罪で有罪となった。また、ケネリーの弁護活動についても罪を加算され、合計14年という長期の懲役刑を宣告された。弁護人ケネリーは、弁護活動中の必要な人格攻撃を咎められ、弁護士資格を剥奪された。裁判は、当時のイギリス社会に一大センセーションを巻き起こし、視聴者とケネリーはその明らかな疑惑にもかかわらず、一般大衆から、 え、有志されて、強力な支持を得た。ケネリーは、自らの法的キャリアを犠牲にした殉教者とみなされた。後年、ジョージ・バーナード賞はその理由について、正当な順断尺であると同時に労働者階級の人間である視聴者が支配階級のエリートによって、本来の権利を奪われているとみなされたからだろう、と推測している。裁判終結後の1874年、 ケネリーは主張者を支持する大衆運動を立ち上げて全国的に活動し、1875年には庶民院議員に立候補して当選した。だが議会で彼が提出したティッチボーン裁判に関わる王立委員会を設置するという動議は賛成1、危険に反対433の大差で否決され、以後の彼は議会外での活動が主となった。やがて運動も 下火となって、ケネリーは1880年の総選挙で大敗し、その数日後に心臓発作で死去した。視聴者は10年間服役した後、1884年に釈放された。その後はミュージックホールやサーカスの巡業をしたが、かつてのような人気を得ることは二度となく、晩年は事業に失敗するなどして貧窮にあえいだ。1895年に一度、自分は、 アーサー・オートンだと告白しているが、直後に撤回している。1898年に心臓病で死去した。遺体はパディントン霊園の墓標のない貧困者用墓地に埋葬されることになった。葬儀は久しぶりに彼への関心を復活させ、5000人が参列した。ティッチボーン家は、さあ、ロジャー・チャールズ・ダウティ・ティッチボーンと書かれたカードを埋葬前に、 棺の上に置くことを許可した。ど地の帳簿には、ティッチボーンの名で記録されている。研究者の多くは、視聴者が、アーサー・オートンであるという裁判所の判定を受け入れているが、一部に疑問を呈する人々もいる。ティッチボーン事件を扱った小説や、映画なども発表されている。同時代の小説家、アンソニー・トロロープはこの実話をヒントに、彼はオーペンジョイなのか を執筆しており、またホルヘルイス・ボルヘスは、短編、トム・カストロ、詐欺師らしくない詐欺師を書いている。マク・ウィリアム2007、P45& ピアニッシも、197-98マク・ウィリアム2007、ピアニッシも、56ウッドラフ、P66 ウッドラフ、ピアニッシも、194-96マク・ウィリアム2007、 ピアニッシ四4950トゥエインピアニッシ十7475ハットモールスピアニッシ十7475ハットショーピアニッシ十2324マクウィリアム 2007P113 マクウィリアム2007ピアニッシ七27375ハットイズヒーパピンジョイありがとうございます